はい、えー、こんにちはレトスの小野ですそれでは10月20日の3問に入っていきます、えー、不動産登記法の問題ですね、えー、表題部所有者である A から土地を買い受けた B は A と共同して B を登記名義人とする所有権の保存登記を申請することができる丸か×かという問題ですね で、少し考えたい方は、一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から、この問題文をご確認いただければと思います。で、答えはどうかというと、答えは×です。結論から言うと、所有権の保存登記は A が行うものなんですね。A が行う。A っていうのは、表題部所有者ですね。表題部所有者。A が保存登記を行うんですよ。で、今回の問題は、所有権の保存登記っていうものを、 B が A と共同して行うとこう書いてあるわけですよね。これ、間違いですよね。また、B を登記名義人とする所有権の保存登記、えこれも誤りですね。正しくは A を登記名義人とする所有権の保存登記。これが正しいです。しかもこれは単独で申請できます。A が単独で申請することができます。で、A が保存登記をした後に、 A から土地を買い受けた B っていうのは A と共同して所有権の移転登記を行うんですね。保存登記をすることによって A が登記名義になりますよね。で A から B に所有権の移転登記をするその際 A と B が共同して行うということです。でまず、表題部所有者って何かっていうと登記記録の表題部ここに所有者の欄に記載されたものを言うんですね。 でこの表題部所有者っていうのは、表題部に記載されているだけで、権利部には記載されていないから対抗力は原則ないんですよ。まあ、簡単に言うと、新築した際に、初めの所有者が誰かっていうのを表すだけなんですね。でその後、表題部所有者が、権利部の工区に保存登記をする、つまり所有権の登記をこれ、初めて行うわけですね。そうすることによって対抗力を持つんだということです。 流れとしては、まず最初、表題部に所有者を登記します。で、その後、この所有者が保存登記をするという流れなんですね。で、その後、この保存登記をした人が、まあ、人にね、売るっていうのであれば、飼い主に対して所有権の移転登記をするといった流れになります。まあ、この点ね、あの、基本的なところなので、しっかり頭に入れておきましょう。個別市場の受講者さんでわからないっていう方はえ、ご質問いただければ解説させていただきます。 で、問2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンをクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。チャンネル登録の隣にベルのボタンあるんですけども、そちらクリックしていただいて、すべてを押していただくと、私が新しい動画を更新すると、アップすると、その通知が来るようになりますので、そちらもぜひ行ってください。で、問2ですね。売り主である宅建業者は、買い主が宅建業者である場合、 37条書面の交付は省略できるが、35条書面の交付は省略することができない。丸か罰かという問題ですね。で、これはツです。基本中の基本問題ですね。買い主が宅券業者でも、えー、売り主である宅券業者、売り主業者ですね、は35条書面、および37条書面の交付は義務です。従って誤りですね。今回の問題は、 37条書面の交付を省略することができるって書いてあるので、この部分が誤りです。後半部分、こちらは正しいですね。で、飼い主が宅建業者の時に適用がない場合については、これちゃんと、えー、まとめておくと効率的です。で、この点については、えー、個別指導で解説させていただきます。で、3番ですね、開発許可です。えー、開発許可を受けた、えー、開発区域内で、工事の完了の広告があるまでの間に、えー、工事用の仮設建築物を建築するためには、 都道府県知事の承認が必要でであるかかという問題ですねでこういった問題っていうのは、あの、解説を丸暗記というよりも、やはり、この問題文をちゃんと理解するということがすごく重要なんですよね。個別指導でも一番最初にお伝えするのは、問題文の理解っていうところなんですよ。問題文が理解できていないと、どれだけ勉強して、解説、いわゆる法律というものを頭に入れたとしても、それが使えないんですね。つまり、法律が頭に入っていたとしても、得点できない。 結果として合格できないということになりますので、ちゃんと問題文を理解するというような勉強を早い段階から行うということが重要です。もう理解学習の一番の基本というのは問題文の理解なので、その点を注意しながら行っていきましょう。でこの問題について、どうやって問題文を理解するのかというと、ちょっと、えー、解説長くなりますので、すいません、省略させていただきます。あの個別事情の受講者さんについてわからない方は、ご質問いただければ解説させていただきます。 で、今回の問題はどうかというと、えー、罰です。開発許可を受けた開発区域内で、工事完了の広告があるまでの間は、原則建築物を建築することができないんですね。ただし、今回例外なんですね。今回例外として、えー、建築可能なんですよ。工事用の仮設用建築物、建築は可能です。で、その際に承認は不要なんですね。 でこれなぜかっていうと、プレハブ小屋、ちょっとしたちっちゃい事務所ですよね。まあ、それぐらいだったら承認不要でいいでしょうと。まあ、そういった感じです。もう人が住むような建物とかそういったものじゃなくても簡易的な建物なので、もう例外として承認不要で建築することは可能だというふうにしています。